それではですね、トラックの説明を行ったところで、今回はですね、ドラムを打ち込んでみたいと思います。ドラム用にですね、ソフトウェア音源を一つ作ってください。そのまま作成をします。このようにですね、クラシックエレクトリックピアノとなっていて、ドラムの音になっていません。ではですね、このトラックにドラムの音を割り当ててみたいと思います。この方法なんですけども、非常に簡単です。左部分、ライブラリーと書いてますよね。もしここが表示されていない場合はですね、このボタンからですね、非表示を切り替えることができます。そうするとですね、このように楽器がたくさん並んでいますので、この中からですね、任意のものを選んでいくと。ドラムキットとドラムマシンってあるんですけども、ドラムキットがですね、生のドラム。そしてドラムマシンがですね、打ち込みのちょっとエレクトロなドラムとなりますね。今はですね、このドラムマシンから選択していきましょう。このようにですね、選択するだけで簡単にこのトラックがドラムになります。またですね、打ち込みが終わった後でもいくらでもこう音を切り替えることができますので、打ち込んだ後にですね、音色をどんどん切り替えて好きな音を探していくということもできます。そして前の動画でも伝えたんですけども、1トラック1音色になりますので、途中からですね、例えばこのドラムがギターになったりだったりとか、そういう変わり方はできないので、もしギターを打ち込みたい場合は、もう一度ですね、このようにソフトウェア音源トラックを作っていただいて、ここにギターを割り当てればですね、OK という形になります。そして今ですね、トラック見ていただくと一番上と一番下、これは使えませんので削除してしまいましょう。削除方法は簡単で、いらないトラックを選択して、デリートキーですね。こちらで消すことができると。このように消してしまって、必要なものだけ残すということができますね。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。PC の方はスリープリークスのロゴをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画の下、チャンネル登録をタップしてください。